疲れ様です。雪乃です。今回は、4人の交流者コードと、天理が後継者と創造した神の心、グノーシスと、神の目システムの真相について、簡単にまとめていきます。交流者、デセンダール。交流者とは、世界の外側、聖界から、デイワット大陸に侵入してきた、外来的存在を指すフレーズ。厳密に表現するならば、公式ではこのように定義されている。すべての外来のものが降臨と呼ばれるわけではない。一つの世界に匹敵するような強い意志こそ降臨と呼ばれる。いかにして世界を守り、世界を維持し、世界を滅ぼし、世界を作る強い意志になれるか。と、要するに聖界を超えてデイワットに侵入した存在のすべてが降臨と呼ばれるのではなく、世界を包容できる強い意志が降臨と呼ばれている。そして降臨と最も密接な関わりのある存在こそが原初の人間であり、原初の人間は古代スメールではナラエン大海王と呼ばれていた。なお過去に原初の人間計画を実行していた人物こそ黄金のレインロッドであり、彼女が多くの失敗作を作り上げて廃棄した末でたどり着いた完成品こそがアルベトでもある。厳密にはカーンルイアを崩壊させたとされる罪人レインロッドは原初の人間計画を稼働させていた。罪人レインロッドは原初の人間計画の一環で、彼女は命をもてあそぶかのように膨大な失敗作ホムンクルスを作りまくった。補足であるが、その時の失敗作の一体が過去にモンドで暴れた最悪の一つである黒竜ドゥリンである。そして原初の人間計画の成功作でありカーンルイアを崩壊させてまでレインロッドが求めた個体がホムンクルスアルベトでもある。さらに社会という正解でバキバキに社会人や勉学に励んでいる学生をしている旅人が愛用しているであろうアドビの CEO はシャンタのナライエンで貼らせられる。整理すると、降臨者の降臨には世界を守護、世界を維持、世界を滅亡、世界を創造の4つの意味合いが明らかになったことから、4人の降臨者の性質にこれらが対応していると考えられる。現時点の情報だけでまとめると、4人の誰が4つのコードに対応するかは明らかになっていないが、少なくとも七竜を起こした天理様は世界を守ろうとしていたことが伏線としてほのめかされている。そして旅人のプロフィールから世界の創造のコードは旅人との対応がほのめかされており、世界の滅亡のコードは七竜を起こした当時の天理様をビビらせた聖界からの侵略者だと考えることもできる。そうなると最後の世界を維持のコードは神の心グノーシスの所在になった第三降臨者ということになるが、いろいろと情報が少ないので今後の展開に注目していきたいところである。神の心グノーシスとファデュイの関係。ちなみにファデュイの最終目的は現在のデイワットの歪みの根源を浄化することであり、ファデュイ統括官ドーケピエロはスネージナヤのアルコーンに忠誠を誓い、天理の書き換えを実行するために神の心グノーシスを各国のアルコーンから回収している。ドーケは愚かな神、漆黒のアビスの本質も理解しており、現在の天理、歪みの根源の書き換えを実行して、デイワットを救済しようとしている。簡単に言えば、道家は、天理の書き換えを実行するために、執行官を7国に派遣して、神の心、グノーシスを回収させているのである。実際に、オープニングで登場したキアマガオの天理の調停者は、汚染された状態で登場しており、虚数能力を使用して、カーンルイアを滅ぼしたことに、七神は、ドン引きして、天理に猜疑心を抱き、現在は、リーウェのアルコーンも、スネージナヤに協力している。そもそも、神の心、グノーシスとは、天理が、デイワット大陸、及び一切の法則を司るための象徴である。と定義されている。なお、国内版でプレイしていると勘違いされやすいが、神の心の正式名称は、グノーシスであり、グノーシスとは、認識、知識を語源であり、自己の本質と真の神についての認識に到達することを求める思想のことである。さらに言えば、国内版でプレイすると勘違いの連続になりそうだが、ゲーム内では神の心グノーシスは第三降臨者のザ・リメインズと表現されており、神の心は現実でいうところの遺骨宝石の意味合いが強く主張されており、文字通り神の心は第三降臨者の遺体が使用されていることが判明している。遺骨宝石とは仮想後の遺骨の中に含まれる炭素を純粋抽出して人工的に高温高圧にかけることで合成ダイヤモンドを作る手法で作り上げる宝石の一種。ゲーム内ではバネーシと後継者の2人が
第三交流者の遺体を利用して神の心グノーシスを製造したことになっている。厳密に言えば復讐の対戦において重傷を負った選手の機能が損傷したときに自らの絶対的権威によってこの世界本来の秩序を抑圧する力を失った。その時に憤りや憎しみを良しとしない世界を鎮圧し征服するため選手はもう一人の後継者と共に神の心を作り出し出されている。ちなみにこの時に第三交流者をいじくって神の心グノーシスを天理と一緒に創造した後継者は役や国コレクションに登場した王原初のあの方の化身であると考えられる。そして神の目システムも構築され人間の欲望が天まで達した時物質世界の7人の失政者は人間のために贈り物神の目を授けることにした。この選定基準は未だに明らかになっていないが7体のアルコーンには自分の支配権の断片を他者に分け与えるようになった様子。そして神の心グノーシスとは第三交流者の遺骨であり旅人と同じ性質を持っていることが判明している。ちなみに公式は原神インパクトを崩壊ユニバースの一部として開発していることもあり虚数の気や正解や虚数エネルギーや運命天理規則の力などを挙げればキリがないほどミホヨワールドの設定が密接に組み込まれている。こういう作風もあり原神インパクトのメインテーマは終焉に抗い世界を救うであると公式も明言している。そして原神インパクトのモデルはグノーシス神話であることを過去の公式見解で発表している。グノーシス神話において真の神アイオン偽の神アルコーンとされておりミホヨワールドではアイオンアイオン疑心アルコーンと定義されている。アイオンは星の深海とも関係があり正解の気を持っているのは双子の旅人であり古の正解を領域展開できるのはとある世界の交流者である少女とされている。整理するとミホヨの上層部や開発陣営も繰り返し定義して主張しているように原神インパクトは崩壊インパクトの一部であり原神は崩壊の世界観を拡大させるために作ったと公式見解を発表していることもありグノーシス要素が組み込まれている原神インパクトにおいて神の心グノーシスの素材になった第三交流者は重要な存在であると考えられる。補足であるが七神の元ネタは突破素材よりインド神話の神様が元ネタであることが判明している。そのためナタのアルコーンの元ネタであるアグニには非常に興味深い設定が存在する。アグニとはインド神話に登場する炎を司る神の一柱でインド神話でもアグニは好戦的な神の一柱として意外と気性が荒々しいエピソードを所持している。そして非常に興味深いことにアグニには地上に生きる人間と天上の神との仲介役という逸話もある。現在判明しているモンド、リーエ、イナズマ、スメール、フォンテーヌの4体のアルコーンは全員が元ネタであるインド神話関連の設定が綺麗に落とし込まれたキャラメイキングになっている。そのためナタのアルコーンは7体のアルコーンの中でも重要な役割があるのではと考えられる。初代の天理様、降臨コード世界を守る者、過去に正解を超えてデイワットに侵入した当時の天理様は宇宙と世界の縮図を隔離してデイワットを規則の力で縛り運命を定めた。初代の天理様が宇宙と世界の縮図したのはデイワットを正解の侵略から守るためであった伏線も貼られている。公式ではこのように天理様の行動が語られている。宇宙そのものはまるで海原のようだ。しかし現実的な考えならば生命に満ちた深邃な宇宙が本当に存在するならなぜそれらの生命は未だにデイワット人との開口を果たせていないのだろう。もしかすると宇宙はデイワットへと侵入し続けているのかもしれない。より上位の意志が彼ら正解勢力との境界を定めたのはおそらくこの世界デイワットを守るためだろうと。なお正解とはイカれた戦闘力を保有する勢力やアイオンが活動している星の海であり文明が発達して宇宙時代に突入した惑星ほど正解に繰り出して活動している高度文明が多い。正解に繰り出して活動している惑星の種族は必然的に戦闘力がイカれている種族が多く正解から来たデイワットに侵入してきた天理が元素7流を起こしたのも自然の流れとも言える。正解は広いためいろいろな種族が存在し豊穣の祝福を受けた存在は数千年を生きる長命種とも呼ばれているが彼らは記憶が摩耗してくると魔音の実などの病に侵されるデメリットもある。
ただ、正解は、非常に、歴史が、深く約10億年も前から活動している終焉の眉様という古の存在もおり、終焉の眉に由来する因子に適合すると、約5万年も活動することができる個体にリボーンする。そして、約5万年にわたり、自身の役割を果たすために平常心を保ち続け、終焉の力を取り込んで肉体が破裂しそうになりながらもラスボスを演じ続けたイケメンもいたりするため、正解基準で考えると5万年も演技を役割を演じ続けなくてよかったフリーナちゃんはマシな方だったのかもしれない。ちなみにフォンテーヌ編で登場したテイワットを滅亡させるレベルのクジラさんも正解からテイワットに侵入した存在であるが、現在はスカーク師匠のお師匠様極悪鬼に放し飼いにされている模様。他の正解の詳細は今回は割愛するが、正解から来たホタルやアービス、天理が使用する虚数エネルギーなど原子インパクトを理解するための必須知識なので、興味のある人は過去の動画をご参照ください。このようなミホヨワールドの魔境である正解を渡りテイワットに侵入した初代の天理様は、神聖な計画を掲げて宇宙と世界の縮図を隔離してテイワットを規則の力で縛り、運命を定めて人間を創造した。この時に切れた地元民族の元祖七竜は当時の天理に歯向かったが、天理は元祖七竜をボコボコにしてテイワットの統治権と元祖七竜の元能の一部を奪った。ちなみにこの時に当時の天理が原始大海の心臓である水流の心臓をえぐったため、天理様の部下の天空の使者たちは原始大海の新たな心臓フォンテーヌの初代アルコーゲゲリアを創造した。要するに新たな心臓フォンテーヌの初代アルコーゲゲリアは当時の天理様に任命された原始大会の監督責任者でもあった。しかしエゲリア監督は純粋精霊の人間になりてえなという願いを叶えてあげたかったため、当時の天理様の所有物であった原始大会を無断で使用して純粋精霊を人間に変換した。このようにエゲリア監督が当時の天理社長の所有物であった原始大会を無断使用したため、天理社長はブチ切れてエゲリアを含めたフォンテーヌ人に連帯責任で罪の烙印をした。このような経緯があったため、エゲリアの眷属であったフォカロルスはエゲリアから職務を引き継いだ時に面倒くさい案件と罪の烙印も一緒に引き継ぐ羽目になってしまった。そしてフォカロルスは天理を騙すことにして自身の人間人格フリーナを作り、フリーナに演技をしてもらうことで最終的に水神のカムクラを破壊して水流の権能をフルパワーにすることで、水流にフォンテーヌ人の罪だけは時効にしてもらうことにした。こうして過去のエゲリア監督が天理様に許可を得ずに無断使用した原始大会を勝手に使ってごめんね罪はヌビ様のイニシエ流の権能でゴリ押しによる強制無効カードで時効となり、フォンテーヌ人の罪は洗い流された。余談であるが、天空の使者たちは正解の要素を入れずにエゲリアを創造したため、エゲリアはテイワットさんの材料で創造された純正のテイワットさんであった。そのためテイワットには当時の天理が創造した人間と原始大会から創造された2種類の生命体が共存していたことになる。これは公式ではこのように定義されている。外来の生命が創造されるよりも前、この星で生まれた全ての生命は皆原初の海より誕生した。後世の人々がこの深く静かな水域に送った大海の名は相応なものと言える。そして水の竜もまたこの星本来の生命の神であると言える。ノビレットも全ての川が必ず海に流れ込むのと同じように自然とこのことを理解していた。大海の水は人類にとっては特に意味のないものだが、その中にある微細な記憶の全てをノビレットは区別できる。外来の選手正解から来た天理が自ら生命の神を任命して生態系を正したこと、選手が彼女エゲリアを作り出しこの星本来の生命力を抑制したこと、そして彼女エゲリアがどのようにして現在を犯したのかも。要するに最後はノビレットが罪を時効にしてフォカロルスが自ら命を絶ったことで迷宮入りしていたエゲリア監督が原始大会を勝手に使ってごめんね事件は幕を閉じた。後日端として自由になったフリーナちゃんはニート生活を始めたのだが、クロリンネたちに飲み会に誘われた際に酒を飲んでとんでもない集体を晒しかけてクロリンネが苦労する話は別の物語であるため今回は割愛する。今後も物語に密接に関わってくるで
アローミホヨワールドの正解について注目していきたいところである。今回は以上で終了となります。